はい、始まりました。マダンバーサス、マダンじゃねえ、サブテラーバーサスだ。サブテラーバーサス現役さん、まずはサブテラー側の先行。合意で元気なツボを発動。強欲で金満なツボを決戦、決戦で決戦を手札に。決戦はね、1枚構築が最近多いらしいですけどね。さあ、モンスターを1枚セットしてカード2枚セット。1枚はサブテラーの決戦。サブテラー、まあ伏せカードですから、おそらくは同士、まあ7割方同士、あとの2割が射手といったところですか。もう1割が事故ってるので、なんか他のカード、まあ伏せないでしょうけどね。その場合だと返しのターン、現役なんかどう出るか。まあ伏せカードが決戦なのは分かっていますから、どうにかして動詞を発動せずに除去りたいのですが、あともう一枚の伏せがどう出るかですね。迷っています。ブレイクソードで一応、うん、ではなく1枚伏せてエンド、いや2枚もうカードは2枚伏せてエンド。エンドフェーズ、サブテラの決戦を発動。表から裏側表示にする。そして動詞を裏側から表にして効果発動。動詞効果、デッキからサブテラカードをサーチするカードですね。動詞ビートと言われるゆえん。しかしこれが出たことによって低速ビートになっちゃいましたよね、サブテラーは。まあやや残念感は、なんかもっと大型のアレスバッシュとかいろいろ使いたかったな。さあ効果発動に迷っていますが、どうかうららを打つかどうかですけども、難しいというか、ここうらら打つ意味があんましないんですよね、決戦が見えてるので。まあ伏せカードによって変わると思うんですけど、おっていう、だからサブテラーの妖魔の効果発動、うららを無効にしたいと。ああ、妖魔を除外して無効にされました。まあこれはしょうがない。さあ返しのターン、ドローフェイズドロー。サブテラーの決戦を発動するか迷っています。伏せカードによっては神の通覚などが来てしまうと非常に厳しいので、もっとまずは攻撃から。サブテラの動詞で攻撃、ラピッドグローブを破壊で、カードを1枚伏せてエンド。一応サブテラの決戦で裏側表示にして反転召喚すれば効果発動できたのですが、まあ、神の通告とかを食らった場合非常に厳しいことになるので、それを警戒してやめましたね。そしてラピッドグローブの効果、デッキから現役士団カードを送る。で、ダスローブを送って効果発動。ローブ効果でデッキからサイレントブーツを手札に加えます。手札に何か他のファントムナイツがいれば特殊召喚が可能ですが、どうか。モンスターを1枚セット、カード1枚セットして終了。エンドフェイズ、サブテラの決戦で動詞を裏側表示にの2枚目の決戦。これは強い、暴力すぎる。動詞効果、裏側からくる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 回っとるで。で、動詞効果でデッキからサーチしたいですが、ファントムフォックブレードなどがあればこのターンは止められますが、どうだろう。さあ迷っています。確かにこれは迷う。仮にこれファントムウォックブレードで止めたとしても、次のターンどうサブテラの決戦で裏側表示にして剥がされるだけなので、焼け石に水にしかならないんですよね。決戦は本当に強い。デッキからサブテラの射手を手札に。サブテラのリクルートモンスターなんですが、もう一個重要なカード効果があるんですね。裏側表示モンスターを攻撃した時、そのままデッキに戻すという非常に凶悪な効果を持ちます。サブテラーの動詞効果が、他にサブテラーがいると月の書効果も強くなりますね、相手ターンで。さあ合意で金満の壺、エクストラデッキから3枚または6枚のカードを除外することによってドローするカードができます。まあほとんど使わないからいいんですね。あ、もうほとんど見せちゃいました。
このままカード2枚ドロー。マダンよりもローリスクで打てるのが強みですな。さあ、マダンの、マダンじゃねえよ、だから。サブテラの射手を召喚。通常召喚し、攻撃を行うのですが、ファントムフォックブローで止められました。サブテラーの結成の効果で効果が無効にならない効果を選びましたが、効果は無効にはなりませんが、攻撃は無効になっているので特に意味がなかったですね。使う意味がなかった。あれが仮に禁じられた聖杯とか無限包容だった場合は効果があったんですけど、で、その効果にチェーンして、そうですね、なんでしょうか。で、さっきのは巻き戻しですね。フリーならではで申し訳ない。使わなかったことにしました。申し訳ない。ファントムホックブレード2枚目で、動詞を止めました。帽子のサーチ効果は止めましたが、射手の効果で裏側守備表示モンスターをデッキに戻す効果を選択しましたね。いや、巻き戻し申し訳ありません。すいません。本当に申し訳ない。さあ、アドの暴力が半端ない。ロスバンブル、そうですね、ゲームから除外されているラキッドグローブを手札に加えました。ラキッドグローブ通常召喚、そしてサイレントブザー見えてるので特殊召喚。センサー万別。同じ種族のモンスターは1種類しか存在できない。戦士族なので、でサイレントブーズを墓地に送りました。サブテラは種族がバラバラなので、センサー万別は全然意味がないんですよね。全く自分にデメリットがなくなるんですよ。まあ動詞を2枚並べられなくなるといったデメリットはありますけど、それも些細ですからね。セットすりゃいいわけですし。さすがにここはサレンダー。まああれは仕方ない。やはり動詞のループをいかに止めることが対サブテラー用では重要かもしれませんね。はい、2戦目、ファントムナイツ側はジェットシンクロを召喚し、リンクリボーを特殊召喚、さらに手札からローブを切ってジェットシンクロを特殊召喚、そして2体でリンク召喚、チューナーとチューナー以外のモンスターでリンク召喚したので、皆さん大好きハリファイバー。ハリファイバー効果で、デッキからチューナーモンスターを呼んできます。呼んでくるのがレベル3ですから、3のチューナーだったらウサギでもいいですし、他の最高系のサイキック族チューナーでもいいですね。お、レベル1グローアップバルブ、そして、墓地のバルブ、バルブをリリースして墓地のリンクリボの効果、そして、バルブの効果でデッキから落ちたのは、あれはローブですね。ローブが落ちました。さあ、ここの状態でどうするのか。一応リンク4は出せる下地にはなりましたが、お、リンク4ですか。これはリンクバレルロードドラゴン。なるほど。実はですね、サブテラはね、バレルロードドラゴンがなかなかきついんですよ。対象に取れないので裏側表示にすることができないリンクだし、何より一度出されると突破方法が難しいんですね。殴られた時に、だから裏守備でセットした時に殴られたら、そのままパクられてしまうんですよ。これはなかなかにいいメタカード。さあ、ローブ効果でデッキからサイレントブーツを手札に変えました。墓地から除外することによってファントムナイスカードを察知する効果ですね。そしてカードを2枚フセットですかね。そしてプラスの考えで、サブテラの決戦で乗り越えにくいというのもメリットです。サブテラの動詞は1600-1800なので、攻撃力分に守備力をアップさせたとしても3400にしかなりません。ダメージステップでバレルロードドラゴンの効果で500を下げられると返り討ちになってしまうんですね。なるほど。さすがは水上氏、サブテラの嫌なところよくわかっている。さあ、帰ってきたターン、サブテラは2枚捨ててエンドですが、返しのターンでラピッドグローブを手札に加え、
ローブの効果でラピッドグローブを手札に加え、さらに通常召喚しサイレント物を独召喚。2体でエクシズ召喚かリンク召喚、リンク召喚ですね。リンク召喚ケルビニで、ケルビニ効果デッキからレベル3のモンスターを墓地に送ります。お、ケルビーニにウサギを撃つのですが、あ、身代わり効果を使われましたね。ファントム系のトラップを身代わりに使いました。墓地に落とすのはレベル3モンスターで、何を落としましたかね。あー、ダンディライオンを落としました。なるほど。で、ダンディライオンの効果にチェーンして御前試合を発動。闇属性しか存在できないので、闇属性以外は SS できません。ただ御前試合はここだとあまり食らわないんですよね。ファントムナイツ相手だと全てが闇属性で統一されているので、ダンディライオンもあわよくば通ればいいというだけの話でしたから。さあ、ファントム魔法トラップ、ファントムトラップカードの効果により墓地のラピッドグローブを特殊召喚し、でラスティバルディッシュを特殊召喚、さらにラスティバルディッシュの効果でウララを打って無効にしました。一応サーチする、あの墓地に送る効果なんで、ただしそのウララは墓なし名車で無効、強い。これは強い。全てをケアしている。ハンド誘発ゴリゴリに御前試合の。デッキによっては発狂しか出ないんですけどね。墓地にはラキッドグローブが1体存在しています。まあ、一応サイレントブーツも存在しているので。で、サイレントブーツ効果。デッキからファントムナイツ魔法トラップカード。トラップカード手札に加えます。加えるのが、まあ、キリケンですね。キリケンをファントムホックブレードを手札に加えます。さあ、ここからどうするか。ラスティバルディッシュでダイレクトアタック、バレロードドラゴンでダイレクトアタック、2100と3000で5100ポイントのマイナス。ライフポイント的には圧倒的に有利になりますし、有利になりました、有利になりました。あー、ここはサレンダー。増殖する G を最後引いてみましたね。やはりバレルロードは強い。さあ、3戦目先行はサブテラ。強欲で貪欲な壺を発動。デッキからカードを10枚除外して2枚ドロー。しかし右のプレイヤーゴードン嫌い嫌いと言っておきながら引いてる、あの使ってるんですね。その辺矛盾だらけだなお前は。さて、ファントムナイツ側はラキッドグローブを通常召喚し、手札からおー、緊急テレポートチェンジ。なかなかこれは強い。一番いい感じの打ち方ですね、 G だと。さあ、ダイレクトアタック、攻撃力は1600となかなか強い。宣言時に御前試合。おー、なるほど。闇属性とそれ以外のモンスターなので、どっちかを選ばなければなりません。ダメージがそのままだとダメージ食らってしまいますからね。ブレイクソードとか言われてもないし。さあ、どっちを残すのか。まあ、やはりここはやめて、おっと、サイクビルダー残しました。地属性ではなかったかな。まあでもこのターン除外されるのでね、ダメージを取ったということですね。さあ、エンドフェイズに緊急テレポートのデメリット効果で除外。サブテラ側にさあターンが回ってきました。カード3枚セットの状況でどうするか。モンスター1枚セット、あれが動詞ならばなかなか強いことになるのですが、果たして何なのか。御前試合
前試合がなかなか午前試合がなかなかうざそうです。そうですね、午前試合が入っているとベイゴマックスが使えなくなるので、そんな全く効かないというわけではないですな。ファントムナイツ相手にはラギッドグローブ効果でデッキから墓地に送ります。サイレントブーツを墓地に、サイレントブーツを墓地に送りましたか。あ、違いますね、あのローブを墓地に送ってローブ効果でサイレントブーツを手札に送りました。手札に加えました。モンスターをセットしターンエンド、帰ってきましたターン。さあ、あの伏せは何なのか、動詞なのか。おお、サブテランの4番を通常召喚し、トムラン攻撃。ダメージステップにサブテランの決戦で攻撃力、守備力アップ。それに遅延して、幻影剣ですね。幻影剣を発動し、攻撃力、破壊を無効にしました。身代わりにしました。ということは、あの、リバースモンスターは動詞ではないですね。手札に妖魔を握ってるなら、まず間違いなく召喚してますから。っていうか、反転召喚してますから。ラビットグローブを通常召喚。そして、レベル3モンスター2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。現れろ。幻影騎士団、ブレイクソードなのかどうかわからないが。いや、これはエクシーズ召喚ではなくリンク召喚。ケルビーニ、ケルビーニの効果でデッキから墓地に送ります。ダンディライオンはもう使えないですね。午前試合が張ってあるのでダンディライオンは使えないですが、でローブを墓地に送り、で幻影の効果により墓地のファントムナイツを特殊召喚します。ラピッドグローブを特殊召喚、そしてこの2体でリンク召喚。おそらく除外ですね。幻影剣で罠で蘇生したモンスターはフィールドから離れると除外されます。さあ、ラスティバルディッシュを召喚しますが、ハルララで無効。墓地に落とすという効果が挟まってるのでサーチもできないですね。アセットもできないですね。さあ、バルディッシュで攻撃を行いますが、ダメージステップに決戦を発動。まあでも2100と1300なのでダメージを減らすだけになりましたね。さあ、メイン2でローブの効果でデッキからサーチですか。ローブとサイレントブーツの効果発動ですね、2つとも。まあ、もうほとんどないのでね。さあ、除外ゾーンから回収するトラップカードと、あともう一つか、あれはサイレントブーツですかね。いや、あれもトラップですね。あれもトラップですね、はい。さあ、2枚をセットしてエンド。あの伏せカード何なんでしょう。モンスター攻撃で研究の壺発動、攻撃で研究の壺によりシャンバラ法要動詞でシャンバラ、シャンバラ発動で効果でデッキからサブテラモンスターをサーチします。発動時の処理ですね。天気と同じような感じです。デッキからサブテラの動詞を選択しセット、効果発動。サブテラの動詞をシャンバラの効果で表感します。で、動詞効果、ファントムホックブレードを使うかどうかですね。お、通しました。まあそうですね、相手の伏せカードに決戦が存在するので、たとえファントムホックブレードといってもあんま意味ないです。で、バトルレス攻撃、そしてその攻撃宣言時にファントムホックブレード。なるほど、攻撃を止めました。ここは妖魔を使わずそのまま吉見でターンエンド。ファントムナイツ側は莫大なハンドアドバンテージとボードアドバンテージを持っているので、さあ、ゲームから除外されているサイレントブーツを回収します。
でもう一枚発動。これは強いな。何でも好きなカードほぼ捨てる役割ありますからね。除外されている。持ってくるのはラキッドグローブですね。ラキッドグローブを回収で2枚墓地に送られます。ラスティバルディッシュと効果により破壊され、まあ一応サーチはできるんでね、墓地に送りサーチはできます。効果無効ではありませんから。雪うさぎはファントムフォックブレードを手札に、ああセットしました。ほぼもう潤沢に墓地が溜まりつつありますが、御前試合が何気に刺さってるのかもしれないですね。最高系のレベル3モンスターは手札から特殊ができないので、墓地に送ったのがダスティーローブで、ダスティーローブ効果ん、いや違います、違うな、違う、ラキッドグローブを通常召喚、そしてサイレントブーツを特殊召喚し、2体でエクシーズかな、エクシーズ召喚、そして効果発動、サイレントブーツを取り除き、自分自身、自身と何を破壊するか。決戦を破壊するか、御前を破壊するか、道場を破壊するか、シャンバラを破壊するか。セカンドはまあどうでもいいでしょう。この状況で何もないってことは、まあまずほっといていいカードですから。道士を破壊しますが、そこは、向こう、用まで向こうにしました。で、そうですね、あのファントムフォックブレードは外れます。表が表示でなくなったので、伏せカードに決戦があるので、動詞はいつでも表に刺すことはできます。こうやってじり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 アドバンテージを取っていって、テンポを良くしていくのがサブテラーの強みではあるのですが、逆を言うとそれさえなければですね。さあ、そうですね、シャンバラ効果があるので攻撃を行っても意味がないんで、そのままエンドフェーズですか、エンドフェーズか、エンドフェーズですね。そうですね、あの無駄に効果起動さすことも意味ないですから、エンドフェーズ、サブテラーの決戦効果、サブテラの動詞を表側から裏側から表にして効果発動。いやー強いなー。これはサブテラの写真を手札に加えました。さあ相手にカットさせてカードをドロー、ドロフェイスドロー。この状況になるとファントムナイツ側はなかなか厳しい。ループを止める術がないと、ほんいくらでもアドバンテージが取られていきますから。おまけに決戦がありますし、サブテラーの射手を通常召喚、そして、召喚成功時に、動詞の効果、ブレイクソードを裏側守備表示にします。そしてシャンバラ効果で、反転召喚、まあ別に効果使わなくてもできますけどね。効果ですが、そこにはうららを打たれました。射手効果、射手の効果により、まあサブテラーがいるのでデッキに戻る効果を使いましたね。あー、攻撃宣言時ファンドムフォックブレードで止められました。これは強いっすよね、デッキに戻る効果。ある意味最強の状況ですから、この状況になるとサブテラーの動詞は月の書効果が毎ターン使えることになるので、さあ反転召喚時動詞効果起き上がったと同時に寝かされました。
さあ効果に何か打つか打たないかですね。ファントムフォックブレードでサブテラーの動詞サブテラーの決戦効果、ファントムフォックブレード決戦の効果のサブテラーの効果は無効にならないを選択しましたね。これはなかなか強いんですよね。墓穴の指名者とかが今流行ってますから、それに対するカウンターとしてもなかなか魅力的です。墓地のダスティーローブの効果、デッキからサイレントブーツを手札に加えます。まあエクストラモンスターゾーンにブレイクソードが存在するのでなかなか展開が難しいっちゃ難しいんですが、それでも今もう妖魔もないことはほぼ分かってますから、墓地のラピッドグローブの効果でデッキからファントムナイツモンスターを墓地に送ります。モンスターとは限らないのか、ファントムナイツカードですね。幻影ファントムウィングを墓地に送りました。でキリケンの効果、墓地の、バルディッシュですね。バルディッシュを特殊召喚、これによってリンクマーカーが右に向いているのでさらなる展開が可能になります。バルディッシュの効果、デッキからモンスターを墓地に送りサーチするのですが、これも忘れてるな。で幻影翼の効果によりラキッドグローブを特殊召喚で、サイレントブーツ特殊召喚、さあランク3ブレイクソードを特殊召喚、さてバルディッシュの効果でフィール上のカード1枚破壊するのですが、おそらくこれはさっきのサーチですね。サーチを忘れてましたね。セットを忘れてましたね。バルディッシュので、バルディッシュ効果、エクシーズモンスターが召喚されたことによりバルディッシュの効果でフィールド上のカード1枚破壊します。ここは決戦かな。お、シャンバラを破壊しました。無効にするシャンバラを破壊、さあブレイクソードの効果をまたこのターンも使えるので、でブレイクソード効果自身と車種は効果で破壊されてもデッキからリクルート効果を発生させます。動詞を破壊、裏側にあってる動詞を破壊、そしてブレイクソードの効果墓地に送られたので墓地のサイレントブーツとラキッドグローブを特殊召喚、レベル4となったファントムナイツ2体でエクシーズ召喚、ここ8000になってますけども、すいません間違いですね。ここで車種の攻撃力を半分にし自信アップ。戻ってますけど、全く関係ないな。はい、で効果発動でラウンチが、そのままエンドフェーズですね。セットしてしまったラウンチはこのターン発動できないので、で裏守備モンスターに雪うさぎで攻撃それは弱かった。でターンエンドしまして次のターンですな。で自分は、サブテラー側はサブテラーの動詞を通常召喚、ちょっと飛んでしまって申し訳ありません。車種は幻影切り剣によって攻撃が封じられています。効果も封じられています。で動詞を通常召喚した時に何かありますかといった感じですね。で動詞で攻撃、バルディッシュに攻撃、
攻撃力は負けていますが血栓があるので、でそのまま破壊されました。ああはい、でダメージステップに血栓を発動し破壊ですね。でも攻撃ができないので、シャッシュの方は攻撃ができないのでブレイクソードをどうにかすることができません。でそのままエンドフェイズ。この子ダークリベリオンが残ってしまったのは痛すぎますね。でブレイクソードを反転召喚。許すか許さないか。あー動詞効果で浦しびにしました。くる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 してるな。なんか昔のサイクルリバースデッキを思い出します。ダークリベリオンで攻撃、そして効果発動デッキからサブテラー乾燥、サブテラーの血栓を出ないかいます。血栓ですか。ほう。でそのままエンド。でドローフェイズ、カードをドロー。強欲で剣欲、強欲で剣気脱帽発動。あー微妙、これは微妙。モンスターを、あーカードを2枚捨ててターン終了です。そしてドローフェイズドロー、反転召喚ブレイクソード。さあ通ってしまった。お御前試合を破壊、センサー万別。これにより、ブレイクソードの効果も発動できないですね。まあでもほとんど一組がないから元から発動はできなかったと思いますが、戦士族モンスター、あドラゴン族モンスターができません。特殊召喚できませんね。ベイゴマックスを通常召喚、そして手札から竹の防具を特殊召喚。午前試合がなくなったことによって簡単にすることができる。あ竹の防具じゃなかった、最高フィールド。そうですね、この2つ違うんですよね。機械族とサイキック族なので2体でリンク召喚、リンク召喚数、いやえんエクシーズですかこれ。はいハリファイバー、あーハリファイバー、なるほど。そういえばそうでした。そういえば出ますねハリファイバー、忘れていました。でグローアップバルブを特殊召喚で、バルブとハリファイバーでリンク召喚。リンク3。トロイミアユニコーン。ほう。で、効果。カードを1枚捨てることにより、フィールド上のカードをデッキに戻します。デッキに戻すカードが、もうセンサー万別はほっといていい気もしますね。射手。射手か。で無限法要、そこにはさすがに無限法要を当てました。さあでも無限法要が幻影キリケンと同じ列で発動してしまっているの でキリケンの効果が無効になってるんですね。で今まで攻撃宣言できなくなってましたけども、これにより射手に攻撃ができるようになってしまいました。致し方なかったとはいえ、そこに伏せたのは悪手でしたか。まあ、ダンディライオンはそうですね、ダンディライオンはセンサー万別の効果で出ることができません。2体を特殊召喚するので、そういった場合は発動することができないんですね。でラウンジ発動でエクストラデッキから、あーんあラウンジ発動、ラウンジ発動、ダークレクイエムエクシーズドラゴンを特殊召喚。ダークレクイエムエクシーズドラゴンと
の効果、ダークレイケイメクシーズドラゴンの効果でフィジョンモンスターを破壊。で、射手の効果、デッキからモンスターをリクルートする効果を持ちますが、それは無効ですかね。無効ですね。あ、いや、射手効果使わなかったみたいですね。多分ないんです、デッキにも。で、レクイエムエクシーズドラゴンの効果と、で、そうですね、エクシーズドラゴンの効果と、蘇ったブレイクソードトレミアユニコーン。まあ、いずれにせよ、ライフポイントが減ってるんでね。